ちは、ムックフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアのまさきです。我々が取り扱っておりますムクのフローリング。それに対して、木目調のプリントが貼られている合板フローリングやクッションフロア、どの床が一番優れているのかというのは、価格の違いや使用用途の違いなどで一概に同じ土俵に上げることはできません。ただ、今回、ムクのフローリングが優れているという点を一つご紹介したいと思います。築30年近い一戸建て。新築当時にヒノキの無垢のフローリングが貼られていました。今回そのお施主様より、床をきれいにしてほしいというご依頼をいただき、床を削って再塗装するお仕事を、させていただきました。エコロキアでは無垢フローリングの輸入販売以外にも、こういった無垢フローリングのメンテナンスを承っております。削り方としましては、一般の住宅などの場合は、ランダムアクションサンダーで一つ一つ削っていく方法。もう少し大きな店舗などの場合は、ドラムサンダーや、ダストフリーサンダーなどを使って、削っていく方法がございます。今回は一般住宅ですので、大工さんにランダムアクションサンダーと、マウスサンダーを使って削っていただきました。ぜひご覧になってみてください。プリント合板やクッションフロアにはできない無垢フローリングならではの補修方法です。もともとこちらの床、ウレタン塗装が施されていましたが、今後のメンテナンス性や、補修などを考えてオイル仕上げにしております。無垢フローリングの補修、メンテナンスにお困りの方は、ぜひお問い合わせください。